前回、かなり頑張って作ったけど離水できなかったので、引き続きコンテナ輸送飛行艇の改良を行っています。改善点は2つ。軽量化、スリム化による揚力の確保と、船底の地形接触を避けること。そうしてできた試作機がこちら。さすがに完成品と並べるとクオリティ低い。まず前作より幅と高さを削りました。ギリギリコンテナが入る大きさです。そして腹打ち対策でランディングギアを可動式に、陸上走行時は車高を上げることで、地形への接触を防ぎます。かなり不格好なので、要改善です。それからロールの安定性を考え、燃料タンクは胴体下に、その上にコンテナ積載システム用の操縦席を設置。重心が下になるとロールは安定するけど、離水しづらくなるデメリットが懸念されますが、そこはプロペラの位置調整などでカバー予定。機体を補足したら、コンテナが入れにくくなりました。重量増を許容するか、悩ましいところ。なんとか積載できたけど、何かが干渉するのか、押し出し棒が変な位置に。このあたりも調整が必要。翼とか取り付けて、飛行可能な状態に。離陸準備完了、フルスロットル。エンジン2機だと、少し馬力が足りないか。なんとか飛んだ。でも、エレベーターを操作しても高度を上げられない。速度は出てるけど。エレベーターの反応が悪いかな？水平尾翼を追加しました。今度はいけるかな？離陸できた。ちゃんと高度も上げられます。ただやはり馬力不足感が否めない。エンジン4機にしました。前回の機体から有用したけど、さすがにでかい。エンジン始動。タキシングで滑走路へ。バージョン上がって晴れてても雲が出るようになった。離陸開始。少し前傾気味になるかな。離陸成功。余裕の馬力だ。自分で作った飛行機を離陸させた達成感と、このスピード感が最高に気持ちいい。何時間も設計に費やした労力が報われる瞬間。このゲーム、敵をバサバサやっつけていく爽快感とは無縁だけど、うまくいっていない部分をバシバシ直していく爽快感は感じられるかもしれない。人によっては、ですが。今更ですが、クリスマスバージョンで気が白いです。しばらくミッションもやってない。ひとまず飛んだので、次は水密にして離着水ができるようにしましょう。ってことで水密仕様に。傾いてますね。重要物のダクトファンが高い位置にあるからでしょうか。ダクトファンの位置を変えるか、機体の幅を広げて安定性を増やすか。ダクトファンの位置を変えました。造形も前よりマシになった気もします。乗り込んで離水してみましょう。ダクトファンにはしごをつけたので、そこから乗り込みます。天井に登るためのはしごが、小さい機体では地味に配置に困る。機内はまだ整備中。エンジン始動。プロペラピッチ栽培。速度が上がってきたら機体下部のフィンを操作して、少し機体を持ち上げる。そして速度が乗ったらスクリューを回して離水。離水したらスクリューを止めて上昇。思ったより手を加えなくても、スムーズに離水できました。やはり飛行機は重心が肝ですね。1に重心2に重心。とはいえ、動力の位置とかも意外と重要かも。昇降舵は機体後部につけないとあまり効かないかも。
いろいろ調整して、ひとまず形になりました。大きな変更は機体側面のドアにタラップをつけたことと、主翼の内側の動力をエレベータトリムにしたことかな。とりあえず乗ってみましょう。スイッチを押すと、タラップが降りてきます。スムーズな乗り降りが可能です。ということでかなり実用性は上がったのですが、問題が。機体をコンテナサイズギリギリで作ったせいで、少しでもずれると入らない。万能と思っていたロープとスライダーの積載装置だけど、使っていると不便さを痛感してしまう。こうしてぴょんぴょんしながらコネクタに接続しなければならないところとか。次回、積載装置の改良とパワートレインの見直し、機体幅の適正化と、ジェット導入も検討しつつ、動力周りの見直しを図りたいと思います。中途半端だけど、ご視聴ありがとうございました。